さあ、そっくおもろぜ皆さん、こんにちは、中瀬です。はい、はい、よろしくお願いします。本日はですね、初心者向けにですね、正しい右手首のひねり方ということでお話ししたいと思います。最近ね、ちょっと全然動画が撮れなくて、何つかというとですね、実は私ちょっとね、どうしても身につけたかったことがあったんですけど、動画編集、この動画編集っていうのをですね、取り入れてですね、より初心者の人に弓道をね、分かりやすくこう覚えてもらおうという試みをしてたんですよ。ところがですね、これでちょっとね、残念なことがありまして、もうね、仕事が忙しすぎる。マジで忙しすぎる。それのせいで、これ編集やろうとするとね、どうしてもね、動画のね、撮影するこの、なんていうんですかね、そのスピードみたいなのが止まってしまうわけですよ。で、これはちょっとまずいなということなので、本日からですね、もう最低限のポイントですね。それをちょっとね、入れつつやっていくということでやっていきたいと思います。いやー、もう本当はね、もっといろんなね、エフェクトとか入れたかったんですけども、これはちょっと無理だというふうに割り切って、皆さんね、申し訳ないですけども、ちょっとね、こう弓道をよりね、専門的にかつ分かりやすく理解するためにですね、この動画を使っていただければというふうに思います。それではですね、初心者のためのですね、手首のひねり方ということでお話ししたいと思います。まず今日の内容はですね、やってはいけない手首のひねり方をまずお話しします。で、その次にですね、正しい、じゃあ手首のそのひねり方、やり方ですね。で、3番目、そのね、正しいひねり方がちゃんとできてるかどうかの証明をですね、初めての人がですね、この専門的な内容まで全部ステップアップして分かるようにですね、お話ししていきますので、全部覚えてください。まず、このやってはいけないひねり方っていうのがあるんですけども、このやってはいけないひねり方というのは、ここに書いていきます。それがまず一つ目がですね、もうこう手首だけひねるとか、肘だけひねるとか、このねだけひねるっていうのが良くないです。この右手首をこういうんですよ、肘をこういうふうに、これがダメです。これをやってしまうとですね、もう高い確率で悪いことが起こってしまいます。だから誤ったひねり方というのはこういうふうに、要はもうここだけ動かすと、もうこれやっちゃダメです。で、現役の、まあ、弓道連盟の先生とか弓道の指導者ってこれ教えがちなんですが、これダメなんです。で、私もよく YouTube でこの内容、手首でね、掛け口十文字だってお話ししたことがあって、まあ掛け口十文字って後にちょっとお話しするんですけども、いやそれは違うっていうふうに指摘されて、手首をひねらないとダメだって言うんですよ。ところが、この手首のひねり方というのが今の現役の弓道の先生の教え方が、まあ、間違ってるパターンというのが多いんです。じゃあどう間違うてしまうのかというとですね、こういうふうに構えて右手首をこうします。で、これダメです。キーワードはですね、肘がつい上がる、肩が上がる、肩がこういうふうに前に、もうこれになったらダメです。これになるともう、全然ダメで、なぜかというと、簡単にお話しすると、まずこれでもう力が入ってしまうので、大きく開いて最後離れが出にくくなります。で、2つ目、これがこうひねることによってひねられすぎて取れなくなります、鶴が。だから いいタイミングで鶴が外せないために暴発が起こりやすいです。で、3番目にですね、これがこういうふうにつけて、こういうふうにつけるじゃないですか。で、こう持つじゃないですか。ひねりすぎるとはずこぼれが起こります。ひねってつるを押し付けてしまうので、はずこぼれが起こります。で、4番目はですね、ここがこうやって、まあ、ちょっとこの矢はですね、僕は専用の矢なので、これすごい50何グラムとかあるんですよ。だから曲がらないんですけど、こういうふうにね、手首をひねることによって矢が曲がってしまうんですね。脳死ってやつなんですけど、こういうふうに、ですから、この間違ったひねり方、右肘だけひねるとですね、暴発とか暴発も起こるし、ちょっと感覚が、はずこぼれも起こるし、で、あとは脳死っていうんですけども、ちょっとごめんなさい、この脳死ののっていう感じがですね、ちょっとど忘れしたんですけど、さまざまなこの弓道における怪我か事故っていうのは、これ間違った右手首のひねり方で起こります。だから弓道連盟とか弓道の先生がよく、まあ、手首ひねりましょう、肘ひねりましょうって言って、ひねって
ってこうやってひねってですね、ではこっちは十文字に置きましょう、でこっちもこういうふうにやりましょうってこういうふうにつけるんですけど、これは一番やってはいけないパターンなんです。これやると暴発が、まあ、手首をひねることで暴発が起こりやすい、はずこぼれが起こりやすい、脳死が起こりやすい。でこのやり方っていうのは弓道のある流派ではですね、難しくて初心者では教えられないレベルの取り掛けであるっていう記述も残ってます。乗せ掛けっていう内容があるんですけど、受け掛けと乗せ掛けって2種類取り掛けあります。受け掛けっていうのは下から吸い上げて上げるパターン、乗せ掛けっていうのは手首の力を入れてこうやって当てるパターンなんですけど、これ難しいですね。でこれ一番最初に弓道連盟では教えるんですけど、これ教えるともう最初やっちゃうと脳死であったりとかはずこぼれが起こったり暴発が起こったりします。まあ、手首の力を抜いてリラックスしてこういう風に引きましょうとかって言うんですけども、こうやるとまあもう今曲がってるんで鶴の上部と下部がこういう風に稲妻型になってしまうわけです。こうやってねじれてしまう、だから出にくい、あるいはですねこう押し込みすぎたはずがこぼれる、脳死が起こってしまう、いろんな問題が起こります。ですのでこれはあんまり予想すねていきません。ということなので、じゃあどうすればいいのか、これはですね手首のひねり方が違うんですよ。こっからちょっとね初めての人これ覚えてほしいんですけど、手首のひねり方が違くて、正解はまず最初に順番っていうのは弓道というのは足踏みが来て胴作りが来て次湯構えに来るでしょ。だから胴作りで胸を開きますね、こうやって、こういうふうに胸開きます。こうだからこの胸を開くことによって何が起こるかというと、胸が開くことで手首ひねられるんですよ。胸が開くことで手首ひねられるんですよ。間違ったひねり方はですね、こういうふうに手首がひねられて前に出るようにひねるとダメなんですね。正しいひねり方っていうのはこう胸を開いたら手が後ろに行くじゃないですか。後ろに行きながら開かれて これで手首がひねられるといいんですよ。こうはい、こう、あ、まあ、これが右手だとするとこういうふうにひねるといいんですよ。で、良くないのはこうやってひねるとダメなんです。こうやって内側にひねるとダメで、こうやって内側にひねるのは丸です。だからこれがそのまま第三の動きになるわけですよ。でところがこれをこうやってこうやってこうやるとダメなんですね。だからよく弓道連盟のひねり手首のひねり方っていうのは、まあ、よく前者のような感じで教わるんですけど、これはやると高い確率で失敗する可能性があります。正しい手首のひねり方っていうのは足踏みをして胴作りやって湯構えからこういうふうに、胸を開きながら ひねるっていうのがポイントです。はい、でこれが、正しいひねり方になってるかどうかっていうことをちょっと証明していきたいんですけど、この胸を開きながら手首をひねるとですね、弓道連盟で教わるさまざまな教えが同時に一度で楽に無駄な力なくできるようになります。ですからこれをこう覚えていただきたいんですけど、まず一つ目にですね、この右手首をひねってこういうふうに前に出すようにするとですね、こうやって前に出すようにするとですね、力が入ってしまうんですけど、胸をこう引きながら手首をひねるとですね、これは手首を起こすような動きになるんですね。こうやって手首を起こしながら手首をひねるわけですね。これは弓道の世界で掛け口十文字っていう内容があるんですね。これをこういう風に手首をひねるとですね、ここが掛け口十文字という内容になるんですよ。で、掛け口十文字とは弓道教本一巻に記されていて、手首が伸び曲がらないように取り掛けをすることだっていう風に書かれています。だからこの掛け口十文字をすることっていうのをやるために大事です。で、二つ目に弓道連盟はですね、ここ肘張ってくださいって言われるんですね。肘張る。で、この肘を張るという行為もそうなんですけども、まあ正しいですね、肘の張り方っていうのは手首を起こしたら自然に肘張った形になるんですね。こうやって。だからまあよく弓道の世界で肘張りましょうって言うじゃないですか。張るときにですね、やっちゃいけないのが手首をひねって肘をね吊り上げるのです。これは張るというのはここの筋肉がこう引っ張られる感じなんですね。だから引っ張られる感じだから、これ歯の歯こう吊り上げてしまうとですね、むしろ緩んじゃうんです。ここはこう弓道はね、上腕下筋を張れって言うんですけど、下筋緩んじゃうんですよ、こうすると。だから正しい引く肘を張るためにも、掛け口十文字をするためにも、手首っていうのはひねりながら体に近づけるのが適切。だからここは肘が張って、でさらに言うとですね、
ここの部分を広げる行為を弓道の世界ではびきって言われるんですね。はびき。ね。この矢をですね、ここでこういうふうに持って、ほんで手首をこういうふうに胸をこう広げるようにして持つとですね、弓がちょっとこう開かれるんです。通常はこの元はぎのテープありますね。この元はぎのテープにちょっと当たってるぐらいがこう1センチぐらい引くとですね、こういうふうに肘が張られてこういうふうにちょっと引かれた格好になります。これがはびきって言われます。で、はびきやるとしっかりつるがかかっ、かけ溝にかかってですね、こうゆるゆるになっている状態でやるとここで二段掛けが起こってしまったりとか、逆に言うとですね、ちょっとはびきしておくとですね、つるがしっかり矢にかかるんではずこぼれしにくくなります。で、このはびきっていう動作も、まあ先生によってはやってねっていうふうに言う人もいます。で、このはびきやるためにも、これ正しくやるためにもはびきってやる大事なんですね。で、ここで言う正しいひねり方の証明っていうのは何かっていうと、楽にあらゆる動作をつなげながらやれてるってポイントです。まあ、楽にやって、楽にあらゆる動作をつなげる。あらゆる動きがつながるわけですね。つながる。だから、この胴作りの胸を開くという行為から手首がひねられて、ひねられた結果、掛け口十文字ができて、掛け口十文字ができたことで肘が張って、はびきされるわけですね。で、さらに言うと、こういう風にひねられて肩が下がると首が入って物にも入れやすくなると、いう風にこんな感じで、まあ、言ったら胴作りで胸がしっかり開かれて肘が張られて掛け口十文字と手首をひねるとはびきをやるのと物にがしっかりできるのと、まあ、肩が落ちて三十十文字ができるかっていう全部の知識が全部一度の動作で全部つながるようにやるとですね、まあ、これが弓と禅のような感じの考え方なんですけど、一つの動作で全てを完成させるとね、そういうふうなこう本質的についた動きになりますので、こういうふうに、やるのが大事です。ということで、この正しい右手首のひねり方ということで、初心者これやった方がいいです。で、ただ一個だけちょっと補足しておくとですね、これ実際の弓道連盟の道場でこれやるとどうなるかっていうと、弓道連盟の先生はですね、このこういう風にひねるのが正しいと、もう思い込んじゃってる先生、もうこれが固定化されて、もうそれ以上考えが起きられない先生っていうのがいます。いるので、こういう風にやると、そのやり方は違うっていう風に言ってきます。だから、前かがみにして、こことかなんかこう、当てられてですね、押されてですね、こうやれとかって言って、こういう風にさせられるんですよ。ほんで、それで、無理やり引きにくい形をさせられて、早けになってしまったりとか、弾けなくなってしまったりとかしてしまいます。だから弓道連盟の先生はこういうところでもやっぱ指導力がないっていうところがまあ垣間見えるんですけども、実はこれをですね、解消する方法ってもあります。要するに、こういうふうにやられたら全部の形崩れちゃうじゃないですか。崩れちゃうからこれどうするのかって言ったら、解決策が簡単ですね。足踏みはこう60度にして、つま先荷重にさせて、こう前かがみ姿勢を取らされます。弓道連盟。これも一番引きにくい格好なんですけど、こっから肘をさっき言ったこの使い方をすればいいです。だからこういう風になって体はまあ倒れるわけなんですけども、打ち起こしをしていくときにどうやって打ち起こしするかっていうと、こうやって打ち起こししていくんですけど、イメージで言ったら弓を垂直に起こすようにしていくとこの動きに近くなります。はい。だからまあ湯がないのこの最初の形はですね、多分力がちょっと入ると思います。でもこれは実は力が入らない方法があるんですけども、この力入らない方法あるんですけど、ここから打ち起こしをこういう風に上げていくとですね、実は胸の力や肩の力抜けていきます。だからこの方法で、もしもあなたの弓道の環境にですね、まあこうなんていうんですか、初心者の人を教える時にどうしてもこの内容じゃないとダメだっていう先生が仮にいたとしたら、そういう風なやり方でですね、弓を引いてみてください。これでやってそのまま引くよりは確実にこの方が、いろんな動作が自然に行えて無駄なく行えるので綺麗になります。ということで話は以上になります。ぜひね、今回の内容面白いなと思ったらグッドボタンを押していただければと思います。で、この手首をひねる方法なんですけど、正しい手首をひねる方まだまだいっぱいあります。このひねるという動作をねやるだけでも
実は正しく手首をひねると第三動作っていうのがすごく取りやすくなったり、引き分けの時にも正しい右手首のひねり方ってあるんですよ。こういう全ての動作における手首の正しい使い方っていうのを知りたいからですね、ぜひオンラインチャンネルもやってますので、毎月新しい動画っていうのをもう爆発的に出してる、もう必ず弓道の知識と内容が知識が豊富になって上手くなるように仕組み化されてますので、ぜひそちらもどうぞ。ありがとうございました。弓道の価値観を変えるチャンスはあなたにあります。次はあなたの番です。人は何歳でも強い夢を開くことができます。